象徴してこの時代を誰よりも早く生きるよ。想像してその未来を。この番組は四駆なやつら桜井組レーシングバー 100R ポテンシャルレーシング近藤畳店株式会社リフィード PDC デザインワークスフォースラボの協賛でお送りいたします。それでは続きまして第4ヒートいきましょう。第4ヒート1回戦を始めていきたいと思います。準備が終わった方からエントリーシートをお待ちの上受付までお越しください。さあ次の5名様いきましょうかね。さあここでおハイパーな敷地、今日のトレンドを作り出したトムさんの登場です。頑張れ、行け行け、マイペースで行け、マイペースで行け。さあ全体戦スタート。まず飛び出すのは1連のマシン、その後3連組や4連と大連組、この後3連組前後に打っていく。そしてまず3位を走っていた1台の赤いマシンですね。赤いマシンはコンタート、そして2位のスライを走っていたマシンもコンタートしていました。さあトップを走っているマシンがデジタル。さあここでハイパーダッシュキチエンピラーさんの登場。さあまず飛び出したのは5レーン、そのままコースが飛び出してしまった。これはスラッシュが抜けてしまったか。そしてハイパーダッシュキチエンピラーさんのマシーンは相変わらずの後ろから虎視眈々とベロドを狙うスタイル。そんな中コースを残っているのは2台だけになった。これはワンテンオンド、ここで残っているのはエンピラーさんのマシーンのみ。さあこれをこのまま走り切れるでしょうか。さあ4つ目の周、もうここは敵になるのはデジタルドラゴンのみといったところでしょうか。いやデジタルドラゴンの敵にすらなっていません。もうこれは完走するのみといったところでしょう。さあファイナルラップ最後のダブルデジタルドラゴン戻ってきてゴールイン、3連勝ち上がりおめでとうございます。T 頑張れ。さあここでゴルフ T さんが現れました。さあ2レーンスタートですね。ここも注目の走りですよ。さあスタート、これはもう安定の後ろから狙っていくスタイルですね。そんな中早くも1台のマシンがコースアウト、トップのマシンは2周目でもう突入している。さあここでさらに1台のマシンがコースアウトしてしまった。さあこれはゴルフ T さんの追いつかれるんじゃないですかね。大丈夫ですか。まだ大丈夫だ。さあタイヤ取りましたよ。誰のタイヤですかこれ。やめてよゴルフ T、やめてよゴルフ T さんのマシン、タイヤが取れてコース変わったみたいですね。さあそんなにゴールしたマシンは一連のマシン、おめでとうございます。さあここはタイヤの次風力さんが一連から登場です。スタートしていきました。まず飛び出してます。4連続でスタート3連続になってきまして、この中1台のマシンがコースアウトしているような。さあトップを走る、まず2位を走るマシン、これでドラゴンマシンでもう一つしてたコースアウトしてしまった。さあ残りは3台、トップのマシンはかなりいい速度で走っている。4分の1走る。さあ2番目のスロープを後輩してなかった。さあ残りは2台1つになりました。さあ残り2台第4ヒート準決勝の第4レースいきましょう。スイッチオンスタンバイ、1レーン2レーンからお願いいたします。おい2レーンのマシンも戻ってこれなかったので、ここで電車コースアウトになってしまいましたね。おい、
ラン国王と勝負。さあそれでは次のレース行きましょう。ここでハイパーダッシュ基地トムさんの登場です。さあシグナルにご注目。さあ佐藤飛び出したのは5レーンと2レーンのマシンだ。1レーンのマシンも負けてはいない。そんな中後ろの方から1レーンのマシンがどこか行っちゃいましたね。さあそしていい頑張れ。さあそれでは行きましょう。ここでハイパーダッシュ基地ゴールド T さんの登場です。1レーンスタートですね。さあこれまず3レーンと4レーンが飛び出した。そして4レーンはそのままフォークの前に飛び出してしまったが大丈夫でしょうか。さあここでハイパーダッシュ基地のエンペラーさんが登場という形になります。それでは行きましょう。そして2レーン、5レーンを抜いて飛び込んでいきましたが2レーンのマシンがこらえきれずにコースアウト。さあトップのマシンは2周目ここでコースアウトしてしまった。残念トップはかわしてこの黄色いの後ろでグリーンのセーフランプがためこのマシンだ。さあこのマシンはかなりきれいにおっとこの安全ながらダブルディッシャルドラゴンの2つ目をこらえきれなかった。さあ残っているのは2台のみ。この2台のマシンですね、どちらも安定走行で先ほどからずっと素晴らしい走りをしている2台になるかと思いますね。さあこれ登ってくるのは2レーンか。2レーンのマシンが立ち上がり、おめでとう。あー惜しいなー。言っていたんですけれどもね、残念ながら一歩及ばずといったところでした。さあここでハイパーダッシュ基地空力さんの登場です。さあ電車一斉にスタート。おっとまず1台のマシンがコースアウト。空力さんのマシンなかなかに頑張っている状態になっていますね。さあ登場残っているのはわずかに3台。トップのマシンはダブルデジタルドラゴンをなんとか捉えてきた。おおここでスロープの最初も入れてきた。これはかなりおっとここで残念ながらコースアウト。でトップに立つのは空力さんのマシン。空力さんのマシンが残り2周といったところで戻ってくれるでしょうか。さあその後ろを越し簡単と勝利を狙っているマシンがいるぞ。さあファイナルラップに突入だ。1レーンと5レーンの戦い、最後のドラゴンバックも超えてダブルディジタルドラゴンも超えてきた。そして空力さんゴールの前に止めてしまったんで1レーンのマシンが1レーンのマシンが勝ち上がりですね。おっとこれは何でしょうか。何を見たんだ一体。あれは天然ですね。そうですね、まあ、勝ち格みたいな自信が出てしまったゆえの油断ですよね。まあでもある意味、まさかでしょ。まさかでしたね。唯一じゃないですか今日のレースでゴール前に止めた人。そうですね。日も落ちましたフォースラボさんですけども、はい、ああいうハングリーというちょうど中華食いたいなと。僕はイタリアンの気分でしたなんでやねん。せっかくなんでちょっとまあ4人久しぶりに揃って5レーンのコースがあるということで、はいはいはい、中華街の中華をかけて中華レース。よっしゃにね、はいはいはい、俺が1位というルールが不明瞭。ルールが不明瞭。ルールが分からん。勝った人が出すわけですね。ありがとうございます。ごちそうさまでした。違う。そういうことですね。ありがとうございます。そのルールでいい
義と思う方は手挙げてください。あ違う違う違う、民主主義っていいな。違う違うし、なんか5人増えてるんですよ。1人に増えて5人増えてる。買ったら普通こうご飯が食べたくなる。中華料理が食べたいから、はい、おーダラダラしてる場合じゃない。サイブ出しに行こう。サイブ出しに行こう。中華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 行きましょう。そこに中華丼売ってるからみんな。え、中華ってこれのことやった。中華丼売ってる。ラボ飯中華丼売ってる。中華丼売ってる。これでいいってことね。違う違う、これもこれもこれも